共立女子短期大学は、東京都千代田区一橋二の二の一に本部を置く、日本の私立大学である。1950年に設置された。1886年、女性に専門的知識と高度技能を習得させ、女性の自主性と社会的自立を育成することを目的として、共立女子職業学校が創立された。1949年には、 新しい教育制度が施行されるに伴い、強立女子大学として再スタートし、その後短期大学、大学院、高等学校、中学校、幼稚園を併設。さらに八王子キャンパスに第二高等学校、第二中学校を開校させ、女子教育を担う大きな学園として発展してきた。専門家庭として自然科学系、社会科学系、 人文科学系が揃っており、そこには医療系、芸術系、メディア系、教育系、建築デザイン系なども含まれている。また、教養科目を一本化し、大学、短大の別なく、すべての学部、かの学生が机を並べて、授業を受けるようにしている。これによって、学生の交友関係と視野が広がり、小さな総合大学としての特質が強化されている。 大学共通のビジョン、クエビジョンを掲げている。生活科学科門科生活科学科式祭、検定秘書技能検定マルチメディア検定カナダドル、利用技術者基礎職、健康コースフードスペシャリスト専門フードスペシャリスト、食品衛生責任者資格惣菜管理士3級、一橋キャンパス、八王子キャンパスなどの施設は、共立女子大学と共用して使用している。 世界各国の大学と多くの協定、提携を締結しており、交換留学をはじめ、派遣留学やインターンシップ派遣留学、夏季と春季に行われる海外研修などに参加することができる。伝統文化企画日本の伝統文化に関する展示や演技、表現を通して、文化や歴史、伝統に触れる機会を作ることを目的とした伝統文化企画がある。 期間中は二号館ギャラリーにて合同稼働展が催されるほか、浴衣デーが設けられ、着物着付けクラブによる浴衣の着付けも行われる。また、ニコサークルや創曲サークルによる伝統芸能発表も行われる。協立祭ミュージカルの上演や音楽演奏、ダンスパフォーマンス、ファッションショーなど、学生が日頃の活動の成果を発表する様々な催しや展示が行われる。 また、ブライダルショーやミスコンテストなども行われる。さらには、ゲストによるトークショーなども毎年企画されている。共立音楽祭音楽サークルに所属している学生だけではなく、日頃音楽に親しんでいる学生、卒業生、教職員が演奏を行う共立音楽祭がある。委員会公認部会公認サークル公認準備、団体。ありがとうございます。